六月十日、千九百四十七年の今日は女優久米由里子さんがご生誕された日です。千九百七十二年ゴジラ対外癌でともえともこ役を演じました。明日までにまとめろって宿題。だから何よ。シクラとママゴン。ママゴン？うん。なんとなく似てやしない？ カ <laughs> 手の有段者でありながら虫を見ると悲鳴を上げるというギャップの激しいヒロイン役を演じたゆりこさんは1967年放送の「ウルトラセブン」でアンヌ隊員役を演じて一躍有名になりました現在では女優業をお休みされていますがアンヌを演じた女優さんとしてウルトラセブン関連のイベントにはたびたびご出演されています